はーい。なんと、今日はね、また自然に来た。ついに、ついに、今日はイメチェンをするよー。ありそうだよね。これだとちょっと薄すぎるかな。ちょっとこれと混ぜて。どう？はい、ブリーチを始まる。待っている。まだ待っている。シャンプーして。これ色が何？いやー、私の髪の毛が、さよなら。友達に写真を送る。はい、送った。また写真を撮っている。またいやー、おでこが見るすぎて。決め方はもう疲れた。だから卒業する。普通の甘髪を戻る。そしてちょっとレーニングして、乾かして、乾かして。お疲れ様でした。さよなら。さあ、はい、どうもこんにちは。どうもこんにちは。なんか変わったな最近ね。髪の毛を染めたんだ。私はね、ずっと事務所の OK を待っていて、もう1年、2年かも。もう2年で、いつも事務所で髪の毛がいいねって言われて、で、1ヶ月前に OK が来た。悪くないよね。私もそう思う。久しぶりに日本語の動画がアップしてないね。あ、いえ、もう一回自己紹介しましょうか。はい、私だよ、フェリーだよ。私の方を覚える？そして日本語の文字はやってないね。私めんどくさいね、文字の作ることは。ごめんなさい。 I didn't want to explain Japanese speakers or anything. It's just that we need subtitles in Japanese. It takes so much brain power for me, and then I get so tired. It's like, but I've got to do it. そしてついにカラーメンテナンスの動画を撮るつもりです。3回目のトライです。いつも失敗する。1回目は out of focus だった。そして2回目の光はめちゃくちゃ黄色いだった。で、カラーグレーディングで直すことができなかった。だから今回ちゃんと撮る。なんとか撮る。でもね、この色はね、茶色じゃねえ、オレンジだよ。でもネオンオレンジではない。なんか神社っぽくなオレンジだ。赤ではない。皆様間違いしないでください。オレンジだ、オレンジ。いや、神社だ、神社だよ。あ、根元と毛先の色はちょっとマッチングのことはね、すんごい難しい。ここの部分は何回もブリーチして、ここはね一回ブリーチしたんだけど、前の色はブロンド、そして遠野はね、遠野の色は紫。セイティマじゃない、カラーよ。Purple and yellow are on opposite sides, and same with blue and orange. Okay, so last night I 日本語の動画だった。昨日オレンジがまたタッチアップして、でもその前にブリーチの部分はね、めっちゃアッシュだった。ブロンドの時には紫が入れすぎて、あ、オレンジが簡単入らない。頑張る。
メンテナンスしないと。まあそれは現実でね。何回写真を撮っていて色が変わっている。どうしてだろう。例えば事務所でディジルです。ディジルです。はい、これ赤じゃない。そしてこの写真にはミルクティーブラウンと思わない。皆様勘違いしないで、この色はジンジャーだよ。ミルクティーブラウンではない。はい、眉毛の方を切ってて、ピンクの時には眉毛はちょっとこんなぐらい長さが。あの長さも好きんだけど、厳しいスタイルがやりたい。ピンク、ブラウンド、そしてこのオレンジ、ジンジャー、その中にどっちの方が好き？私はね、意外とこのジンジャーの方が好き。あ、ちなみにこれは私の新しい編集カラーです。はい、パソコン。でも、仕事のことね。イメチェンジの後に、ご褒美なんです。はい、僕がアップデートしないと。だから、仕事ください。仕事欲しいな。イメチェンジのアップデート以外、それだけかな？じゃあ。